朝鮮の核・ミサイル開発の分析を続け、いるアメリカのジョンズ・ホプキンス大の研究グループは、北朝鮮が29日に発した弾道ミサイルについて、初期の分析ムス。を発表し、通常の角度で発射すれば飛距は1万3000キロとなり、全米を射程、収める可能性があると指摘しました。また、弾頭部分の重量は150キロと見積もり、北朝鮮がこの重さまで核弾頭を小型、できるかは、疑わしいとして、現状の、すべては核ミサイルとしてそこまでの卑怯は出ないとの見方も示しました。そう、上で、研究グループは現在の北朝の術で現実的に製造が可能だと見て、0kg の核弾頭を搭載した上、距離は短くなりおよそ8500キロな、と指摘しています。この距離は海南を射程に収めますが研究グルーは、北朝鮮が大気圏に弾頭を再突入させ、技を確立しているかは不明だとしています。